構図はっきりしてて、はい、で基本的にはセインツ側が奪い、はい、でシティがそれを凌駕したって形になるんですけど、はい、まあ、凌駕する部分の少し紹介と、結局その攻撃守備、まあ、もちろん保持非保持っていう方もできるんですけど、はい、トランションも含めてずっとこうなんかここからここは切り替えっていう感じがしないぐらいスムースに全てをマンチェスター氏が回しているという、ね、トランジション切り替えって言いますけど、切り替えと思わないようなっていうものなのかなみたいな、もうそのまま自然に入っているというところも、まあ、含めて紹介はできたらなと思って選びましたので、はい、はい。